か、サスケくんは。いい感じだわ。私好みの忍びになってきている。それでは。ええ、近く転生の儀式を。オロチマル様。これは。体がだいぶ衰弱なさっている。これだとランク10の薬を投与しないと。ボロボロだわね。薬を取ってきます。少々お待ちください。転生の儀式、早めないとまずそうね。私に何か用？もう、あんたに教わることは何もない。俺にとってあんたは用済みだ。ここで始末する。やっぱりそうきたわね。オロチマル、あんたは俺より弱い。言うじゃない、うち派のひよっこが。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったんだ。イタチが無理だった。だからひよっこの俺を狙ったんだろう。だが、所詮あんたには無理な話だった。うち派の名を超えるどころか、届きもしない。どんな天才も、いくらあんたでも、うち派を前にすれば、凡人になり下がるのさ。オロチマル、あんたじゃ俺に勝てない。もはや、俺の体を手に入れることなど不可能だ。舐められたものね。いくら吠えたところでひよっこはひよっこなのよ。見せてあげようじゃない。あなたと私の力の差を。やってみろ。お前じゃ無理だ。ここまで私をコケにしたのは、あな。サスケ、その体いただくわ。戦闘開始。お前の負けだ、オロチマル。負け。
私は不滅。その程度で私は倒れない。なんだここは。ここは私の中にある異空間。ここで転生の儀式を始めるのよ。さあいただくわ。シャリンナ、ついにあの力が、ウチハの力が私のものに。転生の儀式を受け付けない。 ありえない、そんなこと。ここは私が作り出した空間よ。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前で分かってるはずだろ。もうこんな血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで、所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙っていたお前が逆に狙われていたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私はこの世を解き明かすもの、すべてを手にするもの。私はお前の力、俺がいただく。カブトか。オロチマル様、まさか君は。やつは俺を狙っていたが、逆に俺がやつの全てをいただいた。それじゃあオロチマル様は。行くか。